私は思い切って教授に胸の内を明かした。すると教授は驚きの言葉を返してきたわ。じゃあ君のために今日は特別講義をしようか。特別講義？タイ人女性による植民地支配にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はアジアで唯一植民地支配されなかった日本、その奇跡はなぜ起きたのか、教授に話を聞いた外国人さんがその深い理由に仰天の話題です。海外、日本は文明的な国。アジアの長い歴史を紐解いていく際に避けて通れないものとして植民地支配が挙げられます。過去にアジアの国々は主に欧米の国から多くの植民地支配を受けてきました。これは私たちも学校の授業で学びましたよね。ではここで質問です。アジアの国の中で歴史上植民地支配を受けたことがない国は存在するでしょうか？また存在するとするならばその国はどこでしょうか？これは意外と知らない方も多いかもしれません。実は植民地支配が横行していたアジアにあって植民地支配を逃れた国が存在しています。そしてその国はなんと日本とタイの2カ国だけだと言われています。これには諸説あり、過去に中国のメディアがアジアで植民地化されなかったのは日本、中国、タイの3カ国だけだという旨の主張をしました。ただ19世紀末に中国は各地を列強などによって分割され、反植民地化されており、中国が植民地化されたことがないとは言えない歴史があります。そのため一般的にはアジアで植民地化されたことがないのはタイと我が国日本の2カ国だと言われているのです。アジアには40近い国が存在しています。その中で植民地支配を逃れることができたのが日本とタイだけということには当然大きな理由が存在しています。そしてその理由は日本とタイとでそれぞれ違い、この違いにより日本こそが本当の意味でアジアで唯一他国からの支配を逃れた国だと言われることもあるようです。今回は植民地にされなかったという自国の歴史に誇りを持つタイ人女性が、それぞれの国が植民地を受けなかった理由を知り大きな衝撃を受けたというエピソードをご紹介します。果たして日本とタイはなぜ植民地化から逃れることができたのか、また両国が植民地化をされなかった理由の違いとはどのようなものなのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私の出身はタイ、現在はアメリカに留学中よ。私はタイという国に誇りを持っているわ。留学したのもタイが嫌だったとか離れたかったとかアメリカの方が好きだとかそういうことでは全くない。ただ単にキャリアを身につけるためにアメリカに勉強しに来ただけよ。できることならすぐにでもタイに戻りたいくらいだし、私の中ではアメリカ人に少しでもタイの素晴らしさを伝えることが自分の使命だと思っているほどよ。タイは治安がいいし、古代の遺跡やビーチリゾートなど観光スポットがたくさんある。そしてタイ料理はとても美味しいし、それでいて物価が安くて生活しやすいなどの魅力がある。タイは本当に素晴らしい国よ。私はタイが世界で最も優れた国だと思っているわ。そして私はタイのある歴史についても非常に誇らしく思っている。それはタイが長い歴史の中で一度も他国からの支配を受けていないということ。つまりタイは一度も植民地にされたことがないの。これは非常に珍しいことよ。特にアジアの国としてはそんな国はほとんどない。これは歴史的な話だから諸説あるけど、アジアで植民地になった経験がない国はタイと日本だけだと言われている。これは本当に誇れることだわ。しかし世界的にはたびたび日本は植民地を逃れたアジア唯一の国だと紹介されることがあるの。なぜかタイは省かれてしまうの。私はこれに大きな不満を抱えていたわ。なぜタイと日本を同列に扱ってくれないのだろうか。日本は確かに先進国だし、アジアでもトップの国よ。
近年では世界をリードしてきたという事実もある。しかしだからといって特別扱いするのは違う。ましてや日本を持ち上げるためにタイをのけものにするなんて言語道断。そういった経験があるから私は日本に対してネガティブな感情を抱いていたわ。日本から直接何か迷惑を被ることをされたわけではないんだけどね。そんな風に思っていた私はつい最近ある問題を起こしてしまう。ある日私は教授の部屋に呼び出されてしまったわ。この時私はなぜ呼び出されたのかある程度察しがついていた。昨日提出してもらったレポートについてだが、君はどうしてしまったんだ？なんてひどいレポートなんだ。すみません。私を呼び出した教授はアジアの歴史についての授業を受け持っている教授よ。私はその授業で前日にレポートを出したんだけど、それは自分で考えてもひどい内容のものだった。提出した後にやっぱりまずかったなと少し後悔したわ。そのレポートで私は日本の歴史についていろいろと挙げつらい韓国人ばりの反日的な内容を書いた。書いている途中からひどいレポートだなと思ってはいたけど、書き始めたら手が止まらなかった。ネガティブな日本への感情が爆発してしまったのよ。君は韓国の偏向報道でも見たのか？なんでこんなひどいレポートを出したんだ？私はとりあえず平謝りをしてやり過ごし、その場を立ち去ろうと思ったんだけど、教授なら私の気持ちをぶつけてもいいかなと思った。かなり優しい人だから、それくらいでは怒らないだろうし、優しくしてくれるだろうと思ったの。こんなにひどいレポートを提出しても怒鳴らない人だからね。だから私は教授に思いの丈をぶつけてみることにした。レポートのことはすみません。実は私は日本に対して個人的な感情があるんです。どういうことだい？教授はアジアで日本とタイだけが植民地支配を逃れた国だということを知っていますよね。当然だよ。アジアの歴史は僕の専門だからね。諸説いろいろあるけど、その認識は間違いではないよ。しかしその一方で、日本がアジアで唯一植民地支配を逃れた国だという認識をしている人が多いことは知っていますか？もちろんだ。これについて私は強く不満に思っているんです。なるほどね。それで君は日本についていいイメージを持てなくて、こんなひどいレポートを。そうなんです。どうしてなんですか？どうして歴史をねじ曲げてまで世界中の人々は日本を持ち上げるのですか？私は思い切って教授に胸の内を明かした。すると教授は驚きの言葉を返してきたわ。じゃあ君のために今日は特別講義をしようか。特別講義？タイと日本が植民地を逃れたということは事実だ。しかしなぜ逃れられたのか、その理由や性質は全く違うのさ。この違いは日本がアジアで唯一植民地支配を逃れた国だという評価を生み出しているのさ。理由の違い？もし君が良ければ今からそのことについて講義をしようと思うがどうだろう。なんと教授は私のためにタイと日本が植民地支配を逃れたことについての特別講義をしてくれるというのだ。教授は私がずっと抱え続けたモヤモヤの答えを持っているようだった。ぜひ講義をお願いします。そうか、よし、では早速始めようか。私は当然教授に講義をお願いした。そして教授と私だけの特別講義が開講した。ではまずタイがなぜ海外からの支配を逃れることができたのかというところから説明しよう。その最も大きな要因は周りの国々が植民地支配下に置かれていたからなんだ。タイの近隣にあるラオスやカンボジアといったような国はフランスやイギリスなどからの植民地支配を受けていた。そこでタイは干渉国としての役割を担うことになったんだ。いろいろな不平等条約は結ばれてはいたものの、それによって植民地支配を逃れた。干渉国とは何ですか？干渉国とは複数の大国の間や異なる宗主国を持つ植民地の間に位置し、
国同士の衝突を防ぐ役割をする国のことだよ。つまりタイは周りの国の状況が影響し、うまく干渉国に収まることができたから植民地支配から逃れることができたってことですか？そうだね。まあ厳密にはタイ王国の一部だったラオスやカンボジアを差し出すことを支配させないための交渉材料にしていたとも言われているから、交渉の成果とも言えるかもしれない。しかしタイの幸運さが際立つ話ですね。ある種ラッキーだとも言えるかもしれません。それに交渉も自分たちの領土を結局手放していますし、不平等条約も結ばれてはいますから。ああ、ただ君たちの先祖は非常に強い幸運を持っていたのさ。はい、なんだか神様に守られたような気分になります。タイが植民地を逃れた理由を聞いて、私は悪い気分はしなかったわ。決して国力の勝利っていうわけではなかったけど、運があるというのは素晴らしいことだからね。そしてこの後はいよいよ日本についての話が始まった。その話を聞いてみると、日本が支配を逃れた理由というのはタイのそれとは全く毛色の違うものだったわ。では次に日本の話をしよう。欧米の強大な国々が日本をなぜ植民地にすることができなかったのかを解説するよ。まずはアメリカだ。アメリカが日本に接触を図ったのは1853年のことだ。この時日本にアメリカの船が来航し、船にはアメリカ海軍大将であるペリーが乗船していた。このアメリカの船は日本では黒船と呼ばれ、この出来事は黒船来航と名付けられているよ。ペリーは日本を攻撃しに来たのですか？ああ、最初はそうだと言われている。しかし、結局戦闘になることはなかった。それはなぜ？それはね、おそらくアメリカ人たちが日本人を恐れたからだ。え、ビビったってこと？私はそれを聞いて驚いたわ。だって屈強な欧米人が小さなアジア人たちに恐れおののくなんて、にわかには信じられないもの。アメリカ人は日本人を警戒した。ペリーはそもそも日本人のことを東アジアの野蛮と考えていた。しかしその考えは覆されることになった。何がきっかけになったんですか？それは彼がその時持っていたシーボルトの著作日本に載っていた伊能忠敬が作成した日本地図だ。地図？ああ、その地図が自分たちの実測とあまりにも正確に一致していたことに驚いたのだ。そんな大昔にアジアの島国の人間が正確な地図を作っていたことにペリーは衝撃を受けたのね。ペリーが考えていたよりも日本人はかなり優秀な人間たちだったのですね。それ以外にもアメリカが日本に乗り込んだ際、数十発の空砲を発射したものの、日本人たちが一切その威嚇に屈することなく、むしろ花火大会のように楽しんでいたこともペリーは驚愕したのだそうだ。何でもアメリカの戦艦が空砲を撃ってくるであろうということが、すでに当時の民衆には広く伝わっていたらしい。日本人は情報の伝達が早いのですね。ペリーが驚いたのはそこじゃないよ。ここで驚くべきは、情報の伝達をするためには文字を使用しなければならないということだ。文字？そうだ。文字を使った情報伝達が民衆の多くに伝わっていたということは、日本人たちはみんな文字を読み書きしたり、理解する能力を備えていたということになる。この時代にそんなことはどの国でもありえないことだった。なるほど。日本では大昔から教育が行き届いており、子供や女性、身分に関係なく文字や言葉を理解することができたのですね。この日本人の優秀さにペリーは恐れおののいたんだ。こいつらを敵に回すと大変だぞってね。ペリーもまさかアジアの小さな島国に来てこんなにも優秀な民族と出会うことになるとは考えていなかったのでしょうね。そしてその8年後にアメリカは南北戦争に突入することになり、さらに日本と対立関係になることは遠のいた。他国を相手にしながら日本と戦うなんて得策ではないよ。
こういった経緯からアメリカは日本を植民地支配するのではなく、貿易相手にしておいた方が良いと考えたのさ。教授の話としては、アメリカは日本と戦うことを危険だと考え、日本を支配の対象ではなく、ビジネスの相手にすることを選んだという。次はイギリス。イギリスも日本を支配しようと考えていたが、彼らは将軍と天皇が存在する日本の二重支配構造に苦戦した。この時イギリスは、まず日本の長州藩と薩摩藩と戦争をし、彼らを降伏させたんだ。そして彼らが天皇派であることを利用して将軍へ戦争を吹っかけようとした。しかしイギリスは薩摩から接待を受けた際に彼らの高い技術力を見せつけられて、結局日本植民地計画は中止となった。アメリカと同様にイギリスも日本人の優秀さに腰が引けてしまったのですね。ただイギリスは諦めずに長州薩摩へ肩入れをし、日本を内戦状態にしようと考えた。すると国力が疲弊し、長州と薩摩に貸した金を租借地という形で得られると目論んだのさ。イギリスも頭が切れるわ。しかしここで事件が起こる。幕府が政権の返還をしたんだよ。政権の返還？ではここから先はどうなってしまうのですか？政権返上となると、借金は次期政権に移譲され、宙に浮いた賠償金の請求は新政府に請求できる形になった。しかし結果的には、日本の国力の疲弊はほとんど発生せず、新政権は租借地を了承しなかったんだ。日本はただひたすら真面目に借金と賠償金を返し始めたのさ。日本人は真面目に借金を返すことで植民地支配を逃れたのですね。そして次はフランスだね。フランスもストーリーはイギリスとほぼ一緒だ。ただイギリスとは逆に幕府に肩入れをしていたんだよ。なるほど。しかし政権返還でその肩入れしていた将軍がいなくなり、計画は頓挫してしまったのですね。そうだ。その後フランスは将軍にさせていた借金を理由に北海道に攻め入ろうとした。借金が踏み倒されそうだということは北海道を奪い取る正当な理由になるからね。計画は直前まで行ったそうだが、日本はイギリスに借金をしてフランスに借金を返済。日本はギリギリのところでピンチを逃れたのか。ああ、その後幕府に肩入れしていたフランス人は更迭された。そしてフランスは日本に口を出す理由が消滅し、日本植民地計画は幕を閉じた。日本はタイとは違い、自分たちの優秀さや教育が行き届いた環境、真面目で真摯な性格、高い武力などを駆使して他国からの支配を見事に逃れていた。他の国からも日本はいろいろな理由で支配を逃れていたけど、まあメインの大きな国は今紹介した3国だから、他の国については割愛しよう。日本は素晴らしい。支配から逃れるべくして逃れています。幸運だったタイとは全く違いますね。日本が尊敬される理由がよくわかります。私は日本への敬意を素直に口にした。しかしやはり気になっていた意見をぶつけた。ただそれが特別扱いされる理由になるのでしょうか。アジアで植民地を逃れた国は日本だけだと、タイがのけものにされる理由になるのでしょうか。私がそう言うと、教授はとても明快な回答してくれたわ。アジアで植民地を逃れた国は日本とタイだ。それは間違いない。しかしアジアで欧米から不平等で支配的な扱いを歴史的に受けていない国は唯一日本だけなんだよ。不平等で支配的な扱いを受けていない？さっきも説明した通り、タイは植民地にはされなかったが、不平等な条約を結ばれている。しかし日本はそれすらもないんだ。日米修好通商条約を不平等条約だという人もいるが、真実は違う。関税率は中国の 5% やインドの 2.5% に対して日本は 20% が認められていた。他国が強いられてきたものと比べると、日本の不平等条約なんて軽いものだ。
それに日本と欧州諸国で問題が起きた時、アメリカ大統領が仲裁をするといった日本に有益な約束事もなされている。それでは私は大きな勘違いをしていたのですね。アジアで植民地を受けていない国は日本とタイだ。それに間違いはなかった。しかし不平等な支配を受けなかった国は日本だけだったの。つまり私は不平等な支配と植民地支配というものの違いを明確に理解せずに勝手に憤慨していたのよ。君はしっかりと理解してくれたみたいだね。ではこれで特別講義は終わりにしよう。ありがとうございました。レポートは書き直して来週提出します。それでは失礼します。私は心がすっきりしたわ。日本へのネガティブな感情もなくなった。むしろ日本は尊敬すべき国だと思うようになったわ。私はそれ以来日本にとても関心を持つようになり、作り直したレポートは日本の素晴らしい文化についてまとめたものだった。教授からは、君は単純だなぁと笑われちゃった。私はタイを愛しているけど、この事実を知ってからその次にお気に入りの国は日本になったのよ。そして私は教授にこの間のあの特別講義が素晴らしかったから、ぜひ他のみんなにも講義してほしいと相談してみたわ。すると教授は、そうだね、その予定もあったから今度講義するつもりさと言ってくれたの。そして数ヶ月後、ついに教授はあの時の特別講義をしてくれたわ。すると生徒たちからは大きな拍手まで巻き起こったのよ。みんなも日本の素晴らしさに驚いたみたいだったわ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。侍や忍者がいたからだよ。日本が強い国だったから苦労してまで戦争して植民地支配することはなかったんだろうな。イギリスは日本の植民地化を検討したことがあるはずだ。イギリス以外のヨーロッパの大国も同様に検討はしただろう。でも当時の日本は中央集権的な政府と西洋社会に似た構造社会を持っていた。つまり日本は文明的な国であると見られていたんだ。もしイギリスが日本を植民地支配していたら、アニメはイギリスなまりの英語になっていただろう。以上が海外の反応です。日本とタイは共にアジアの長い歴史の中で植民地支配を逃れた数少ない国です。しかし支配を逃れた理由にはそれぞれ違いがありました。どちらが優れているかどうかについての議論は意味を持ちませんが、日本はタイとは違い、自分たちの優秀さや教育が行き届いた環境、真面目で真摯な性格、高い武力などを駆使して他国からの支配を逃れたのです。近年日本の文化は世界中から注目され、多くの賞賛を集めています。しかしこの優れた文化は日本には大昔から存在し根付いているものだったようですね。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。彼は本当に素晴らしい人間だし、心底日本を愛しているのよ。私は彼の親日っぷりを見ると嫉妬してしまうわ。中国人女性による大物ハリウッドスターブラッド・ピットの発言にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、中国最低、日本最高。中国から理不尽な入国禁止を食らったブラッド・ピットの日本と中国に対するガチの思いと本音が流出してしまうの話題です。海外、彼の気持ちがよくわかる。
現在日本は多くの外国人さんから人気を集める国になっています。日本の他に類を見ない独特な文化の数々は多くの外国人さんを魅了しており、その中には世界的な有名なセレブたちも含まれています。有名な超大物ハリウッドスターたちの中にもたくさんの親日家がいて、あのブラッド・ピットもその一人です。しかしブラッド・ピットはその一方で、日本のお隣の国である中国とは浅からぬ因縁が存在しているということを皆さんはご存知でしょうか。ブラッド・ピットの日中に対するそれぞれの思いはあまりにも差があるもので、それは世界中の多くの人たちを驚かせました。今回はブラッド・ピットの大ファンである中国人女性にブラピと日中の関係について語ってもらいましょう。彼女はブラピから見た日中の違いについて強く心を痛めているそうです。果たしてブラピと中国の間にはどんな因縁が存在しているのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私は中国人、今は新社会人として必死に仕事に打ち込んでいるわ。社会の荒波に揉まれながら一生懸命もがいているの。おかげで毎日ヘトヘトよ。仕事をしていくことの大変さを知って、私は改めてパパやママを尊敬するようになったわ。大人たちは毎日こんなことに耐え続けながらも子育てや家事をしているのね。本当に世の大人たちには頭が下がる思いよ。さてそんな毎日ヘトヘトの私には心の支えが存在している。それは映画を見ることよ。仕事が終わって自宅に帰ってきてからの時間や休日にまったり映画を見る時間が私にとってのリフレッシュの時間になっている。私は学生時代から映画が大好きよ。いつも週末には必ず映画を見ていたわ。特に好きなのはハリウッド映画ね。映画に興味を持ち始めた頃は中国の映画を中心に見ていたんだけど、いつしかハリウッド映画にハマっていったわ。ハリウッド映画の何がいいって、欧米の洗練された世界観や規模感の大きさなど魅力は多々あるけど、私が最初に惹かれたのは俳優のかっこよさ。私にとって欧米の俳優さんたちはみんなハンサムで魅力的に映ったわ。今はストーリー性なども重視するけど、昔はそういったビジュアルの部分からハリウッド映画の世界に興味を持ったの。ハリウッドスターの中にはハンサムな俳優たちが数多くいるわ。トム・クルーズ、ジョニー・デップ、レオナルド・ディカプリオ、トム・ホランド、オーランド・ブルーム。挙げ出したらキリがないわ。私はこういった俳優たちを今も昔も目を輝かせながら見ている。そしてその中でも私が最も気に入っている俳優はブラッド・ピットよ。みんなも当然彼のことは知っているわよね。ブラッド・ピットはアメリカはオクラホマ州出身の俳優であり映画プロデューサーよ。アカデミー賞助演男優賞受賞やプロデューサーとしてもアカデミー賞作品賞を受賞しているわ。1987年に映画追い詰められてでクレジットなしの配役として俳優デビュー。1988年リックで映画初主演を果たすわ。1995年には映画セブンの大ヒットに伴い知名度は爆上がり。1999年の主演映画ファイトクラブは映画ファンの間ではカルト的人気を誇っているわ。それ以降もスナッチ、トロイなど数々のヒット作に出演し、2002年には映画制作会社プラン B エンターテインメントを設立。この会社はチャーリーとチョコレート工場、マイティーハート、愛と絆、リパーテッドなどのヒット作の制作に携わっている。誰もが認める映画界のスーパースターであり、世界を代表するいい男よ。私は学生時代に彼の映画を見て夢中になった。ルックスだけでなく、その醸し出す雰囲気や出演作品のレベルの高さなど、映画スターとしてあらゆる面で最高の一人だと思う。私は本当に彼のことが大好きなんだけど、それが原因で肩身が狭い思いをしているの。実は中国では気軽に彼のファンだということはできない。彼の存在は中国ではタブー視されてしまうことが多々あるのよ。これに関して私は非常に残念に思っているし、憤りも感じている。ブラッドと中国との間にはある大きな確執が存在しているの。その確執が生まれたのは今から25年以上も前のこと。
だから私は彼を好きになった当初はまだこのことを知らなかったわ。しかし彼のことがお気に入りの俳優になり、彼について調べたり周りの人に話したりしたことでこの問題を知ることになった。ブラッドと中国との間の確執の原因となったのはセブン・イヤーズ・イン・チベットという1997年のアメリカ映画。これはアイガー初登場で知られるオーストラリアの登山家であるハインリヒ・ハラーの自伝を映像化したジャン・ジャック・アノー監督作品。ストーリーはハインリヒがチベットで過ごした7年間、そして彼と若きダライ・ラマ14世と交流を描いたもの。この映画が公開された年はくしくも香港が返還された年だったわ。そしてこの映画の内容は中国人の感情を逆なでするようなものだったの。主人公であるハインリヒは1939年に自国ドイツの登山隊に加入し、ヒマラヤ山脈登頂を目指した。その途中で運悪くイギリスが第二次世界大戦に参戦し、イギリス領のインドで彼らは捕虜となってしまう。その後幾度となく脱走に失敗したハインリヒだったんだけど、1942年チベットにたどり着くわ。そこで彼は少年期のダライ・ラマ14世と出会い、交流を深めていくことになる。そして時は流れて1950年、毛沢東率いる中国共産党の人民解放軍がチベット解放作戦と称し、チベット侵略を敢行した。外国による主権を認めなかったチベットは中国の圧倒的な軍事力によって制圧されてしまう。とまあ内容はこんな感じ。要は昔の中国を悪者という立場で描いた映画に対して中国人たちは激怒したの。当時中国人の間でこの映画について、中国人民解放軍の士官が意図的に無礼で傲慢な人間に描かれている、中国人民解放軍がチベットの人間を虐殺したかのような嘘の演出がなされている、といった批判的な意見が多く上がった。これが原因となりこの映画は中国で上映禁止となってしまい、なんと主演のブラッドは中国への出入りを禁止されることになってしまったの。ちなみにこの処置は監督のジャンや共演者のデビッド・シューリスについてもなされたわ。これが中国とブラッドとの確執の内容よ。もし当時私がこのニュースを知っていたらどう感じたのかはわからない。でも今の私からしたらあまりにもひどい仕打ちだと思ってしまうわ。もちろんそれはブラッドに対してよ。彼は一主演俳優よ。なぜ主演俳優が脚本のバッシングが理由で国からの出禁を命じられなければならないの？どういう理屈？信じられないわ。他の中国人たちがこの意見を聞いたら、なんてことを言っているんだ、お前は非国民かって言われるかもしれない。それに、お前はブラッド・ピットのファンだからそんなことを言うんだっていう意見も飛んでくるかもしれない。私はもちろんブラッドのファンだけど、しかしそれと同時に中国人でもあるわ。当然中国のことを愛している。つまりブラッドも中国も両方愛している私はこの件をフラットに見ることができるわ。その私から見てこれはおかしいと思う。映画に対する批判はしてもいいわ。史実と違うと思うならバッシングすればいい。海外からはどこが間違っているんだ、事実じゃないかと言われると思うけど、でも映画批判は許された行為よ。しかし主演俳優の出禁は全く意味がわからない、理解に苦しむ処置だわ。これ以降ブラッドは実際にしばらく中国に入国することはなかった。2014年に非公式で訪中していたと報道がなされたこともあったみたいだけど、真偽はわからなかったわ。そしてこの一件以来、彼が公式訪中をするまでは約20年がかかった。彼はあれから約20年ぶりの2016年に映画マリアンヌのプレミア上映会に出席するために久しぶりに中国を公式訪問した。上海で行われたプレミア上映会では中国のファンたちから熱烈な歓迎を受けたそうよ。私と同じように彼への処置は間違っていたと考えるファンも存在していたみたいね。ブラッドはおよそ40分間にわたる記念撮影やサインサービスなどで長年待ちわびていたファンたちを喜ばせたという。素晴らしいファンサービスだわ。
この時間はファンにとっても彼にとってもとても素晴らしい雪解けの時間になったことでしょう。と言いたいところだけど、そうはならなかったわ。喜ぶファンもいた一方で、ブラッドの訪中を歓迎しない中国人がかなり多くいたのよ。なんと中国版ツイッター、ウェイボーでは彼の訪中に対する批判のコメントで溢れかえっていたの。ウェイボーには心ないコメントがたくさん並んだ。奴は中国の敵だ。二度と中国の地に足を踏み入れるべきではない。出演料と名声のためなら下賤な映画にさえ出演する自信を恥じるべき。また今になってのこのこやってきたのか。罪は何年経っても変わらない。ひどいコメントだわ。何様のつもりなのかしら。ブラッドはこのウェイボーでの炎上をアメリカに帰国してから知ることになるわ。そしてこの事実を知った彼は、親交の深いジャーナリストであるリラ・ダイアン・ソイヤー氏に思わず愚痴をこぼしたというの。その愚痴はこのようなものだったそうよ。世界中のファンに支えられて今の僕があると思っている。それは間違いのない事実だ。しかし中国人の価値観だけはどうも理解できない。それは何度も日本に訪れているからこそ感じることで、同じアジアでも思想、文化、技術、ホスピタリティが日本と中国とではまるで異なる。中国では何が起こるかわからないから安心して旅ができるのはアジアでは日本だけだね。熱烈歓迎を受けた一方で、匿名の世界では自分が罵られているという中国人の振る舞いに彼は混乱してしまったのかもしれない。この発言からは彼が中国に対して明らかにネガティブな感情を持っていることが明らかになってしまったわ。この事実は私にとっては非常にショックなことよ。彼はオブラートに包んだような言い方をしていたけど、はっきり言って中国のことが嫌いなんだと思う。私が大好きなブラッド・ピットは私の生まれ育った国である中国が嫌いなのよ。そして中国人の多くも彼に対してはネガティブな感情を抱いている。私にとってこれはとても悲しくて辛いことよ。しかもそれだけでなく、彼は中国と日本を比べて日本の方が好きだと言っているわね。彼は日本に対してはとても尊敬の念を持っているようだわ。これも中国人の私にとってはショッキングな事実。中国と日本はアジアの覇権を争うライバルのような存在よ。日中はアジアの二大大国であり、世界的に見ても大きな影響力を持っている国。そして彼は中国と比較をして日本の方がより良い国だと考えているのよ。彼はイベントなどで日本を訪れた際、いつも日本に対してのポジティブなコメントを残しているわ。それらはこのようなものよ。日本に来るといつも時間が足りないんだ。次こそはと思うけどね。日本は文化も生活も素晴らしい。次回は仕事なしで来たいよ。今度こそ仕事だけじゃなく日本を満喫するぞと早く来る予定だったのに、飛行機がキャンセルになってしまって残念だった。日本の錦鯉が大好きで、鯉の養殖をやっているところを見に行ってみたい。鯉の話なら1時間でもできるよ。今回の映画のキャラクターがすごく運のない男なので、日本で厄除けというものをやってみたら楽しいんじゃないかって思ったんだ。そういう軽い気持ちで厄除けをしてみたんだよ。でも実際に経験してみると全てが美しかった。お坊さんたちも本当に素敵で、ちょっと目が潤んでしまったね。とても感動した。こういう体験をさせてもらって本当に感謝しています。日本という国自体が美しい。そして文化も美しいと思う。どう？彼は日本をベタ褒めよ。しかも来日した際は厄除け体験したり歌舞伎を見に行ったりするなど、日本文化に強い関心を示しているのだそう。和食も大好きらしく、彼は明らかに親日家なのよ。そして彼の親日家ぶりを物語るエピソードにはこんなものがあるわ。2011年、日本は東日本大震災により甚大な被害を受けた。この震災があってからしばらくは放射能被曝の不安などから、多くの海外スターたちは来日を控えていた。
しかし2011年11月、主演映画のプロモーションでブラッドは当時の妻であったアンジェリーナ・ジョリーと6人の子供たちを連れて日本を訪れたのよ。彼らは震災から復興努力を続ける日本人たちの不屈の精神に称賛とエールを送ったわ。そして被災地の野球少年たちにはサインボールを送った。さらに前妻のアンジェリーナ・ジョリーと共にチャリティー組織ジョリー・ピット基金を設立しており、ここから莫大な資金を日本に寄付している。ちなみにこの基金の寄付先には両親の働いている家庭の支援団体、国連関連の支援団体、子どもの顔募金などもあるわ。彼は本当に素晴らしい人間だし、心底日本を愛しているのよ。私は彼の親日っぷりを見ると嫉妬してしまうわ。日本は彼からこんなにも愛されているのに、一方中国は嫌われてしまっている。この事実は私にとってはとても辛いことよ。しかも海外からはこの話題について、あの映画は素晴らしい映画だったのに、中国人は本当のことを指摘されたことで彼を焦って出禁にしてしまったんだ、馬鹿げている。ブラッドにとって中国出禁は良かったんじゃないか。だってあの国に行きたい人間なんていないだろう。真実の姿を映画で表現しただけだろう。日本と中国を比べることが間違い。日本は中国よりも圧倒的に文化力は上だ。なんていう中国人にとって耳が痛くなるような意見がたくさん上がっている。中国の味方をする外国人なんてほとんどいないわ。本当に辛いことよ。しかしせめてもの救いは、中国人の行いや考え方がそうさせているということがはっきりしていること。中国人が正しい常識を持ち、間違った行いを正せばブラッドとの確執は解消するかもしれないわ。私はいつか彼が中国は日本よりも素晴らしい国だって言ってくれる日が来ることを夢見ているわ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。誰が中国に行きたいんだ。別に彼は大したものを逃していない。彼にとっていいことじゃないか。彼は他国の文化に対してすごく感謝とリスペクトがあるね。彼のマナーの良さは大好きだよ。あれはひどい映画だった。でも映画の役が理由で誰かを入国禁止にするなんてちょっと馬鹿げていると思う。彼のアクセントがひどかったから入国禁止になったのだろう。彼は85歳になってもハンサムなままだろう。酒を飲むのをやめてからずっと見た目が良くなった。日本は訪れるには素晴らしい場所のようだね。彼の話を聞くと本当にそう思う。行きたい場所リストに早速日本を追加したよ。日本は綺麗な国さ。新幹線も建物もめちゃくちゃクールなんだ。日本人の礼儀正しさやマナーの良さも世界的に見てもトップクラスだからね。日本は本当に素晴らしい国だよ。東京は楽しいから超おすすめ。見たりできることがいっぱいある。日本楽しくないはずがない。私も行きたかったな。ずっと行きたいと思っているのにまだ行けていない。娘が日本に駐在しています。2回訪問したことで娘が日本を好きな理由がよくわかりました。だから彼の気持ちが痛いほどわかるわ。私も今では日本が大好きです。彼の気持ちがよくわかる。俺たちも3週間前に日本から戻ってきたばかりだ。あの国での体験は素晴らしいアドベンチャーだった。楽しい時間を過ごせたことを願うよ。乾杯。以上が海外の反応です。ブラッド・ピットは1997年公開の映画セブン・イヤーズ・イン・チベットに主演しました。その作中で中国の歴史的事実が描かれ、その描写は中国人さんの反感を買ってしまい、主演の彼は中国から出禁を言い渡されてしまったのです。映画が気に入らなかったから主演俳優に出禁を命じるなんて信じられない話ですね。
この件以来、ブラッド・ピットと中国の間には大きな確執が生まれてしまいました。一方、同じアジアの大国である日本の評価は高いようで、彼は大の親日家として有名です。ブラッド・ピットにとって日本と中国どちらの評価が高いのかについては、私たちにとっては大きな問題ではありませんが、日本人としては海外の方にいい国だと思ってもらえるのは嬉しい限りですね。しかし、できることならアジア全体に対するイメージが良くなってくれればなおさらいいことは言うまでもありません。中国にはぜひともアジアのイメージを下げないようにしていただきたいものですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。